おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは朱色ラッキーナンバー6です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ソードの7の正位置が出ました。こそこそと裏で画策する。誰にもわからないように、陰で悪巧みをしています。責任逃れをして保身に走っている場合も、危ない橋を渡っています。楽な方へと逃げたい心理や、誘惑を暗示しています。辛い思いをするくらいなら、逃げた方がいいそう思っても、踏みとどまることが大切です。ここで逃避の道を選んだなら、さらなる苦難が待ち構えているかもしれません。やけっぱちな態度や逃げの姿勢では、なし崩し的に問題が悪化してしまうかも。また、美味しい話や楽にも受けられるというような案件には、関わらない方が無難です。ソードの7の正位置の意味は心の隙間、魔が差す、まやかし、誘惑、楽な方へ逃れようとして深みにはまる、現実逃避、大事な時に判断を誤る。2枚目めくっていきます。カップの9の逆位置が出ました。欲望に支配され判断を誤る。自分が得たものの大きさに夢中になり、おごり高ぶっているのでしょう。手にしたものだけが持つ喜びに酔いしれています。願望や期待が崩れ去ることを案じ、先行きの見えない不安に苛まれたり、失いたくない思いから相手に固執して、泥沼にはまるかもしれません。当然、自分のものとなるはずと思っていたことは、あなた様の手をすり抜け、遠い存在となってしまうかも。可能性の扉が閉ざされてしまったような絶望を感じるかもしれませんが、この時期の終わりには、思いがけない愛によって救いがもたらされます。追い求めていたものとは違うものにエネルギーを傾けることで、状況は好転するでしょう。カップの9の逆位置の意味は計画通りにいかない、失敗する、夢破れる、不満な結果、先行きが見えない、紛失、炎上を失う、利益を独り占めしようとする。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。